関西空港からの日リレーメッセージ動画をご覧の皆様、こんにちは。大阪国際空港インフォメーションの村田蘭です。私の仕事は館内にある案内所やお電話でのお問い合わせにお答えするお仕事です。飛行機の発着便情報や館内施設、大阪国際空港からの交通手段のご案内、館内アナウンスなどをしています。安全安心で快適にご利用いただける空港を目指し、365日空港の仲間とワンチームになって頑張っています。いつでも気軽にお立ち寄りくださいね。こちら大阪国際空港は約50年ぶりのターミナル改修工事を経て2020年8月5日にグランドオープンしました。手荷物検査をスムーズに受けていただけるスマートレーンの導入や関西各地の店舗などの店を始め、新しいお店もたくさん増えました。今は新型コロナウイルスでイベントも自粛しておりますが、それは様々な楽しいイベントも開催する予定ですので、期待ください。お互いを聞きたい